渡辺健とホテル来たら俺のユニフォームあげるよ。西武ライオンズにまたまた女性スキャンダルが沸き起こった。規格外のパワーを持つ巨漢バッター渡辺健と内野手が SNS を使った女狩りをしていると6月22日発売の週刊文春が報じた。それによれば渡辺は女性ファンとインスタの DM で連絡を取り合い、自宅や遠征先のホテルに誘ったという。誘い文句は来たら俺のユニフォーあげるだったというか、村そのダサさと言ったら。渡辺の件について球団はやり取りの証拠が残っているにもかかわらず、そのような事実は認識していませんとしらを切り、見て見ぬふり、問題と向き合わない限りスキャンダルは今後もまた出てくるだろう、うん、この球団一流の俺のユニフォーム未婚やったら叩かれることではないやろ。バットぐらいくれや。それは別にええやろ、ほっといたれや。確かにダサいけども、ダサいけどスキャンダルってほどか。乳首引っ張りみたいなもんやろ。自分で一流という選手は実際に一流になる。独身の野球選手が女遊びしとるだけやん。何かヤバいプレイしたわけでもないし、さすがにそれはいいだろ。西武ファンの女なんているのか。ただの女遊びくらいほっといてやれや。ファンの女のことはそんだけで悪いことしてないやん。まあ問題ないからそんな話題になってないんだろうけど。文春使えねえな、おい。見出し詐欺みたいなもんやぞこれ。犯罪じゃなきゃセーフみたいな風潮になっててくさ。ファンの頭もおかしくなっててえな。ご視聴ありがとうございました。